はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回はですね、このようなグレーの、なんていうでしょう、階調を持つものがあった時に、ランダムに色をつけるっていうのを、ピクセルプロセッサーを使ってやっていこうと思います。これを作った経緯なんですけれども、サブスタンスデザイナーの方に、そのような機能がなかったっていうのが結論になります。似たようなノードでフラットフィルっていうのがあるんですけど、それはエッジがないとね、作れないランダムなカラーがっていうのがあったので、このグレースケールのね、このランダムはね、出せるので、だったら作っちゃおうっていうので、これピクセルプロセッサーで作ったっていうところになります。はい、なのでその作り方をちょっとね、簡単に紹介しようかなと思いますので、早速最初からやっていきましょう。はい、でまずカラーのグラフですね。でここからどんどん作っていくんですけれども、まずこのノイズですね、の作り方とか、乱数ですね、を紹介しようと思っていて、で細かくはちょっとね、なんでしょう、内部のことは詳しくは言わないというか、自分もそう理解がね、追いついてないところもあるんですけど、一番参考になるのは、ザ・ブック・オブ・シェーダーズっていうところの、どこだっけ、ランダムっていうね、項目があるんですけど、概要欄とか、ここの動画のね、トップにも貼っとくんですけれども、そこを参考にしてもらうと、どんな原理かっていうのがわかると思います。はい。で、それをちょっとね、やっていこうと思います。で、一旦、リニアグラディエン、グラディエントリニアか、を使って、どんな乱数かっていうのを、乱数を適用すると、どんな風になるかっていうのを、ちょっと見ていこうと思います。で、ちょっととりあえずアウトプット変えときます。アウトプット、ビューイン 3D ビューの一旦ベースカラーにしておいて、これ一緒にしておきますね。はい。で、ここにピクセルプロセッサーを挟みます。はい。で、この中でエディットして入っていきましょう。で、やることはまずは、ゲットフロート2で UV の情報を取ります。それはこのドルポズです。で、この情報を利用してサンプリングします。グレーですね、入ってるのは。はい。で、この結果をちょっと一旦セットアザウトプットノードにすると、入力した画像が出てきます。こんな感じでね。はい。で、ここの、この結果をランダムにしていくってところですね。で、ブックオブシェーダーズにあった通りにちょっと簡単に組んでみます。乗算して、フロートバリューを作りますと。で、これは、ここサンプルグレーに入っているのは結構ね、0から1の情報なので、ここね、結構大きい数にしておかないと、ノイズが出ないです。はい。で、サイン入れて、フラッグ。フラッグは小数点以下のものを取り出すようなものですね。0.555 だったら、2.555 とかだったら 0.555 を取るみたいなものです。で、セットアザウトプットで、こんな感じで、ちょっとね、サインなのでね、この辺なんか怪しくなったりするんですけど、これでノイズがかかったっていう感じですね。はい。ノイズかかってますよね。よいしょ。減らしていくとね、よいしょ。これが徐々に上げていくとね、かかっていくって感じです。こうやって、まばらに。完全なまばらじゃないんで、この乱数を、乱数についてね、細かく語るとね、もう僕じゃ追いつけないレベルなんで、これね、なんだかんだ言って繰り返しになっちゃうんで、これはどんどん細かくすると、ランダム感出るよってやつなんですけど、すごい、正しくランダムに出るような、これ、やり方じゃないので、もっとランダムにっていうやり方だと、別の手段が必要なんですけど、このぐらいの、先ほどのね、ランダムカラーをするぐらいだったら、これで十分かなっていう、とは思っています。はい。で、この結果を使って3つの色を、出力するって感じですね。これは、
ここが例えば RGB の R だとしたら、もう一個これ作って G にして、まあこれをコピーして方が早いですね。ってやると、それを RGB ごとに別々にランダムして混ぜ合わせると、ランダムなこれね、カラーができるって感じです。なのでこれ1次元だとちょっとね、繰り返しに見えるんですけど、これらがランダムに混ざった時に、これがバラバラに見えるっていうところが狙いになっています。いや、それも実際にやってみますね。で、ここが今カラーになってる。で、カラーでやっちゃいますか、そのまま。グレーでもよかったのか。はい。じゃあ、ちょっとカラーになってるので、サンプルカラー。グレーでも取れてるから、グレーでもいいんだよな。セット。うん、まあ一緒ですね。はい。まあ、ちょっとグレーでやっちゃいますか。これで、まあ、コピーして、ここは別にいいか。で、これを入力して、まあ、ここが RG の G だと思ってください。で、もう一個コピーして、よいしょ、これじゃない。これですね、入れて、で、ベクターフロート2。なんかこのね、サブスタンスデザイナーのピクセルプロセッサーのこのベクターの作り方が僕はすごい嫌いで、ベクター2を作ってからマージするって感じなんですね。なんでしょう。コンストラクト、メイクフロート4みたいな、こう4つ入り口があって、つなぐようなものが多分なさそうで、それがちょっとね、気持ち悪いなっていう気がしますね。うん。なんかそういうの作ってほしいなっていう気がします。フロート4とかしても、入力がなかったり、なんかないんですよ。シズルとかもなくて、こう。うん。なんか作ってほしいなっていう気がしますけどね。うん。っていう余談でした。で、これで、ここで R、ここで G、ここで B のバラバラのものが作れて、あとはこの、ベクター4で、まあ、出力がカラーなんでね、最後ベクター4にしなきゃダメなんで、よいしょ、これで、で、セットアザウトプットノードで、まあ、こんな感じになるんで、で、ここの400を変えると、バラバラになる。ちょっと細かいからね、見づらいですけど、よいしょ。ちっちゃい値にすれば分かりやすいかな。うん。よいしょ。まあこんな感じでね。まあバラバラな感じになるっていうところです。はい。なのでこれを利用して、あとは、他の、まあ、ボロノイとか、キューブの、何でしょう、タイリングしたものとかを入力すれば、もうランダムカラーが。もう型は完成っていうところですね。他のちょっとものも入れていこうと思います。ちょっと変なの焼いちゃった。はい。なので、まあ分かりやすいのがボロノイですね。ボロノイの、これ下の方にある、まあランダムカラー。これですね。これ入れると分かりやすいです。これをここに入れると、こんな感じでランダムなカラーができるっていうところです。で、これもね、いちいち中に入るのめんどくさいので、まあ、最後ね、ちょっと、これをね、最適化というか、綺麗にしていきます。はい。で、ここにピクセルプロセッサーにインプットを作って、まあ、フロート3でいいかな。作って、こっちもインプットバリューで、これをフロート3を作ります。インプット、まあ、シードとかでいいかな。にして、入れて。で、またこの中に入ります。エディットで。で、先ほどの、まあ、シード、作ったインプットバリューをここで読み出します。で、ゲットフロート3を使って、この中の、まあ、インプットを利用します。で、この値から、XYZ の情報、RGB のシード値ですね。
を取り出します。これはスイズルフロート3で、じゃない、スイズルフロート1で、でこれで取り出しますと。でまず X の情報はここで、 Y の情報は下で、 Z の情報はここですね。で XYZ で、この3つが取れましたと。でここはもう削除でいらないので、まあ、これで完成ですね。はい。でサブスタンスグラフに戻って、この値を変えるというところですね。まあ、1万ぐらい入れましょうか。まあ、1000とか、マイナス1万とか。で、あともう、こう、色が変わるっていうところですね。あと、お好みで変えていく。っていう流れですね。はい。という感じで、ランダムカラーの完成になります。で、モロノイって結構ね、いろいろこれを作りながら、ちょっとね調整してて思ったのが、いろいろねこのパラメータを変えるとね面白い結果が出るので、まあ、この、まあ、この辺変えたりするとこうなったりとか、こんな感じになったりとか、まあ、こんなとかね。でランダムカラー以外にしてみると、まあ、こういうなんかすごい細かい、まあ、元がこういうグラデーションを持つ、階調を持つ情報だから、それらがランダムカラーでね色がつくので、なんかこれはこれで面白い結果になるなと思いましたね。ちょっと細かすぎるんでね、目にちらつくんですけど、なんかこういったなんでしょうね、意図しない結果もまあ使えるっていうのはこのねプロシージャルの面白さかなと思うので、ぜひこの辺もねランダムカラーとか作った後にこうやってね変えてみるとね面白い結果が出るかなと思います。こういうのもねなんか稲妻的な表現でね使えそうですよね。こういうのとか、水のこう波紋というかねとかも使えそうなので、まあ、この辺もね変えてみてね、いろいろやるとね楽しいかなと思います。はい、この動画が、ね、参考になったら、よろしければチャンネル登録とか高評価いただけたら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。